生駒近政の一生。1526年に生駒近重の子として美濃で生まれる。青年は生駒家父などによる逆算のため遺説もある。父、近重は尾張、織田信康に仕えていた。信康は8年後に生まれる織田信長の叔父である。また父は土田正久と同一人物またはその子とされ、正久の娘、土田御前は信長の母である。つまり信長は甥またはいとこにあたる。また信長の側室でありその嫡男、信忠らを授かった生駒狐の。父、生駒家宗は正久の兄弟であるため、信長は義理のいとこまたは義理の叔父でもある。しかし壮年期までの詳しい動向は不明である。41歳の時に信長に仕え、その重臣、羽柴秀吉に仕えるように命じられ、以降は信長、秀吉の下で起きた数々の戦いに参加するが、近政57歳の時に信長が重臣、明智光秀に襲撃されて自害してしまう。本能寺の変。近政は以降秀吉の家臣として動くようになる。以降は秀吉の下で起きた数々の戦いに参加、活躍し、62歳の時には讃岐126,200石を与えられる。はじめは引田城に入ったが手狭であったため、小通寺城に移るがそこも不便であったため、高松城を築城して城下町を整備した。これにより後の高松藩の原型が誕生する。また以前は砦だった丸亀城も6年をかけて改修し城下町も整備した。その後仲裁役の三中郎にもなり天下人の秀吉の政務を支えるが、近政73歳の時に秀吉が死去してしまい、75歳の時には日本を二分した戦いに参加する。関ヶ原の戦い、秀吉恩義の石田三成中心の西軍、台頭してきた徳川家康中心の東軍が激突。近政自身は動かなかったものの、西軍に家臣を派遣する。しかし長男、数正は東軍に属し中央で活躍した。これは近政が在藩していたために西軍に着かざるを得なかった。生駒家存続のために別れたなどの説がある。戦後、長男、数正に家督を譲り、自らは出家し高野山に入る。責任のためであった。その後再び讃岐に戻り、78歳で死去する。東軍に属した長男、数正が高松藩に大藩主として所領も継ぎ、後の再建地で高松藩は17万3000石となった。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。